地図高知市道路現表高知市県庁前、交差点県庁前交差点は、高知県高知市本町五丁目にある。一般国道8路線の奇襲点が集中し、これは、新潟県新潟市中央区の本町交差点と、並んで、日本最多である。県庁前交差点には、国道6路線の奇襲点表が設置されているが、実際には8路線の奇襲点となっている。ここに、 国道8路線の奇襲点が集中した理由は、高知市には、鏡川、仁淀川などの大きな河川が流入し、これら河川に沿って並行する道路ができたことと、瀬戸内海側に位置する徳島市、高松市、松山市など四国を代表する都市と、太平洋側で唯一の大都市である高知市を結ぶ国道が定められたことによる。また、高知市の周辺には、 大きな市街地を有する都市がないため、道路法上の一般国道を指定する要件である、主要な都市間を結ぶ道路という規定によって、高知市の周辺で事実上ある、国道路線であっても、法律の縛りによって、高知市まで奇襲点を引っ張ってくる必要があるためでも、ある。高知市に集まる国道は、重複区間が多く、名目上は、 県庁前交差点に8路線の一般国道が集まっているが案内上明示されているのは国道32号と国道33号だけである。ここ、マークとして標識に使われるアルファベットは K である。県庁前交差点以外にも、あざみ屋にある交差点にも K が使われている。ありがとうございます。